の意味は、蛇の女。コアトリークエと同一の神とされることがありその場合は、美しい女性として描かれる。しかしシワテテオの守り神とされる時は醜い姿で描かれる。シワコアトルは、多くの異なる側面がある。強力な戦士であり、また、農業の守護神でもあった。女性の出産をも司さっていた。テノチティトランを含む多くの都市は彼女を主要な。 守護女神とした。さらに、死の前兆として、夜中に泣きながら現れることもあった。スペイン人によってテノ、手のチティトランが滅ぼされる前、彼女は2回にわたって警告したと伝えられる。シワコアトルは、人類の創造神話にも登場する。ケツァルコアトルが過去に滅ぼされた人類の骨を、地下のミクトランから持ち帰ると、シワコアトルが、目立てで引いて、粉にし、 ケツァルコアトルらの血をそれに注ぐことで、現在の人類が誕生したとされる。アステカの中心としてのチティトランではその国ュの他に、シワコアトルという職があった。シワコアトルは、トラトアニーに準ずる役職で、最小内し副王に当たる。最初のシワコアトルは、イツコアトルの時に建てられ、イツコアトルの老いのトラカエレルがその職に就いた。シワコアトルは、 テノチ・ティトランの意思決定の上で大きな役割を果たし、アスカ・ポツルコを滅ぼして独立を達成するために役立った。トラトアニが主にテノチ・ティトランの外で戦争や外交によってアステカの領地を拡大したのに対し、トラカエレルはテノチ・ティトランの中にあって内政や軍事の相談役となり、トラトアニの留守を預かり、帰還するトラトアニを歓迎したりする仕事を行った。 トラカエレルは、祭議においては女神シワコアトルの服を身につけた。トラカエレルは長命であり、次のモクテスマ一世、アシャヤカトル、ティソクの時代にも引き続いて、シワコアトルを務めた。ティソクの死後、トラカエレルをトラトアニに選ぼうとしたが、トラカエレル自分はすでに王の権力を持っているとして、これを拒絶し、代わりにアウイツトルをトラトアニに立てたと伝えられる。 トラカエレルの没後、その子のトリルポトンキが後を継いでシワコアトルに就任した。トリルポトンキの娘のツイワク諸地ツインは、モクテスマ二世の妻となり、二人の娘を産んだ。スペイン人がやってきた時のシワコアトルであるトラコツインは、トラカエレルの孫で、最後のトラトアニのクアウテモクと共に、エルナンコルテスのホンジュラス遠征に同行させられた。年に、 クアウテモクが、ホンの疑いで殺された後、彼の後を継いでトラトアニに立てられたが、遠征からテノチティトランに戻る前に死亡した。マヤ・アステカの神々、ホウヨシオチョ、新紀元者。ありがとうございます。